はいはい、了解です。OK です。はい、OK です。はい、お願いします。はい、猫丸のグッドナイトスリープ。はい、僕はレジハンを回りました。グッドナイトスリープの時間です。 MC はこの固形 VTuber の猫丸と FM ギルワンまだできない男キャプテン中松です。はい、キャプテン中松さんまだできないですね。まだまだです。はい、じゃあこれからということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、この番組は埼玉の私の企画よりギリまで皆様最後までお付き合いください。この番組はここの固形 VTuber の猫丸が男の子の気持ちについて発信していったり、歌を歌ったりです、この番組ではメッセージを募集しています。ニコマル男の子でニコマルのツイッターアカウントを検索していただき、リプライやメールでぜひ送ってみてください。また、番組は同時に YouTube で生配信しています。ニコマルのツイッターアカウントの放送開始のツイートから閲覧して、コメントでご参加いただけたら幸いです。また、番組はミスラジというアプリで全国どこでも無料でご視聴いただけます。ぜひご活用ください。それでは、ここで一曲、あとだけします。コナミさんで、ラブトゥーミーと聞いてください。はい。あ、本当ですか？バイアンスター。あ、わかりました。よろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございました。自分はいつも歌ってるんですけど、オープニングは。ちょっと、今は、喉を壊してるので、はい、申し訳ないんですけど、すいません、ちょっとまだなんかお歌を全然一回も聞かせられてない、中本さんに聞かせられてないのが心苦しいんですけど。回復してからで、今なんか回復しそうな、なんか今まで全然歌えなかったんですけど、ロードラブリューさんのロード歌ってみたら、サビの半分ぐらいまで。センチャンがすごいです。なぜにロードなんですか。やばいやばい、年齢がバレちゃう。一応まあ歌の大事件って番組で知ってましたね、ロード。はい。まあそのぐらいの年齢です。はい。そうそう、だから治りかけなんですよ。マスクは。とりあえずちょっと中松さんに他を、はい、こっちだけなんか見てるのがちょっと感動しています。本当ですか、ありがとうございます。じゃあちょっとコーナーの方行っていいですか。男の子の秘密教えます。はい、今週の
男の子の秘密してますのコーナーがちょっとそこを変えようかなと思って男の子の秘密のネタ切れてきちゃったのでちょっと関係ないんですけど私が最近ハマってることをちょっと話していこうかなと思います。はい、浜田さんね、伝説してますね。はい、名前聞いたことはあんまりないですけど、はい、知ってます。知ってますか。はい、伝説についてちょっと話したいんですけど、はい、なんか私ちょっと今伝説の大会とかに出たんですけど、はい、なんか結構大会何人ぐらいですか。30〜40人ぐらい参加してました。多いですね。結構多いですね。あとなんか最近だとなんか e スポーツの大会が開かれて、はい、岡山だったらちょっと行かなかったんですけどってぐらいちょっとなんか桃鉄をガチでやってて、はい、ちょっとなんかもしかしたら e スポーツ化もちゃんとされるかもしれないっていうのは、桃鉄ちょっとプロスポーツプロチームプロゲーマー目指して。いや面白い。中野さんどれぐらい桃鉄のこと知ってますか。ファミコン、あ、これちょっと前にしまうんですけど、ファミコン版の時に、はい、少しやったことありますかね。全国回るやつですよね。あ、そうそうそうです。全国回る目的地が毎回決められて、はい、後ろになんかピンポン紙がついてくるやつ。あ、そう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 、なんかハンナで。あれね、なんか私ね、リアルの顔が女装してた時の顔がなんか貧乏神に似てるって言われたんです。多分でも中松さんが知ってる貧乏神じゃなくて、なんか最近イラストがチェンジしたんですよ。貧乏神がなんか可愛らしくなって、うん、そっちの方に似てるっていう。ちょっとぜひ調べてみてみます。はい、よかったら。なんかキングボンビーとかも全部変わっちゃってるんで。なんか桃鉄ってなんか運の勝負みたいなのみたいな、はい、56のかな。そうです。だからなんか詰めると知識量の差で、例えば私はもう結構ガチでやってるので、多分中町さんはそんなに本作スイッチのやつやってないですか。任天堂スイッチで。あ、スイッチ、はい、はい、やってないです。やってないです。持ってスイッチは持ってるんですけど、桃鉄はやってないです。一応今なんかワールドっていう世界全世界版のやつが出てるんです、はい、それが最新作なんです。それを多分中松さんとやったら100回やっても1回も負けないと思います。っていうぐらいのなんか知識量差があって、なんかいろいろなんかあれ物件いっぱいあるじゃないですか。めっちゃいろんなところに、それとかなんかいろいろなんかどこがいい物件出るとか覚えていったりとか、なんかカード売り場って言って星緑色の星がなんかついてるんですが、これはカードは買えるんですけど、このどこのカード売り場で何のカードが売ってるのかって全部覚えてる。すごい記憶よくの人ですね。そうです。私はもうこれをエクセルでなんだろう、なんか全部パッと見れるようにこうにまとめてます。自分なりの攻略本作ってるんですね。作ってます、はい。っていうのがあって、なんかなんだろう、なんかぶっ壊れてる駅とかもあるんですよ。本格だとなんか剛速球カードっていう、なんか他の人のカードを2枚から8枚割るっていうカードがあるんですけど、それなんか全プレイヤーに対して、はい、自分以外の3人に対して、それが3億円で売ってて、それがなんだろう、3億円っていうのがどれくらいかっていうと、目的ってついた時に大体13億円くらいもらう。だから1回目的ついたら高速系カードを 4、5枚くらい買える。
それで、そこ行ってパン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 割ってったら、その人何もできなくて、必ず痛くて、そういうのもできるし、いろいろ、なんかそういう知識量の戦略を立ててるんですね。戦略立ってますね。なんか、その e スポーツの大会で、なんか、なんだ、解説の人がネットの人かな、プロゲーマーの人が、なんか、桃鉄じゃなくて、鉄拳だったかな、鉄拳のプロゲーマーの人がなんか、一緒に解説が来てて、で、はい、その人はもう桃鉄初心者なんで、いろいろ聞いてたんですけど、なんか、言いながら、カチカチなんかカウンターを、あの、なんかカチカチやってるんですよ。あれ、何やってるんですかって言われて、なんかあれはあの物件を買った数数えたんですよ。なんかあの全プレイヤーがあの物件買った数の合計が100件目の物件を買った時に音速カードっていうちょっと強いカードが持っているんですけど、その物件数をこうカチ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 それ狙ってるんですね。狙ってます、狙ってます。なんかそういうあの技術をいろいろなんかそういうの積み重ねなんですけど、それがあのあれですね、初心者とガチ勢の違いになって。一つ聞きたいんですけど、はい、1試合などのぐらいの時間かかるんですか。結構長く昔のファミコンだったらめちゃくちゃ時間かかった。大体3時間ぐらいですね。3年決戦っていうのがあの今主流になってて、それだと3時間ぐらいで1試合3時間かかるんですね。そうですね。なんか本当はその年数によるんですけど、そのなんか7年とか10年とかのルールもあるらしいんですけど、それやったら1日中かかるのでいや多分大会とか競技シーンとかだとあんまり使われないんじゃないかな。7年はなんか過去にあったらしいんですけど、すごい。いや、私はまだちょっと新参者なので、あのこれからちょっとだんだんあの上手くなっていければいいのかなと思ってるんですけど、いや私も初心者から比べたらもう多分化け物みたいなあの桃鉄のプレイヤーなんですけど、でもあの私最近あのなんでしょう、大会とか出させてもらったりとか、なんか強い人とあの結構交流させてもらってるんですけど、なんかめっちゃあのガチトーンで。あのダメ押しクラとか上には上がいるんですね。上には上がいますねちょっとまだ勉強しないといけないのなんかすごい怖いですよ。なんか目的地ついた後になんか物件普通買うじゃないですか。なんか物件今買ったのはもうあの絶対やんない方がいいとかってやつやって、みたいななんかなんでって分かんなかったんですけど、なんかあの強奪飛びカードっていうなんか他の人が買った物件をなんか奪うついでになんか飛んでくるんですよ。その場所まで移動してくるカードがあるんで、それと使って、その時はキングボンビーがいたんですけど、キングボンビーがついてる人がその私が今さっき買ったその物件を選べるようになったから、その買ったことによって買わなければ選べなかった。それで飛んできて物件取られる上にキングボンビーつけられる最悪いやなんか深いんですよ、いろいろ。結構頭使うゲームなんですね。結構頭使いますね。なんかあの桃鉄やってるとお腹空きます。いろんな土地のなんか特産物が見えるからですか。ああ、特産物が見えるというより、なんか考えることが多いみたいな、将棋やってみたいな感じ。あ、そういうね。そうですね、確かにそういう意味では美味しそうなものはいっぱい見えるので、なんかついてるかもしれないですけど、あ、なんかその考えなかったです。なんか今まで桃鉄ガチでやりすぎて、そこに、あの、目が、頭が追いついてなかったです、そこはね。なんかあれなんですよ、もう、エクセルで、あの全部の人の中誰がどのカード持ってて今投資したんがいくらで所持金がいくらで
あの高額物件は何を持っててとかなんかエクセルでなんかメモリながらやってるんですよ。結構、うん、あのガチです。ガチです。本当あの桃鉄はあのみんなでワイワイやるハッピーゲームだな。そういう感じじゃない。中松さんもどうですか？多かったね。そうですね。友達同士と昔やってた楽しかったあの記憶があるんで、はいはいはい、ぜひやってみたいです。はいはい。もしよかったらスイッチ持ってるという方なので、ワールド。なんかワールドは、モーテツワールドのなんか山田電機、あの名刺に行ったときに、なんか300万本突破とかって書いてあった。めっちゃ売れてますね。めっちゃ売れてます。なんかいやワールドだけなのか、その前の令和っていう作品も通してのどっちなのかちょっと分かんなかったんですけど、300万突破、すごいです、ね。まあ、スイッチ、モンハン2年ぐらい前にやって、それからもうあんまり使ってないんで、あそうなんです、使わないといけないです。あじゃあ、有効活用してく、はい、してあげてください。はい。はいそうですか。長瀬さんでもどっちかっていうとなんかアウトドア派な感じがするから。あ、はい、両方ですね。両方アウトドアもインドア派も。あ、本当ですか。インドアの趣味はどうなんですか。インドアは、まあ、ゲームとか、うん、あとアニメ鑑賞。はいはい。結構浅く広くいろいろ見てます。へえ、なんか同じ趣味あるんですか。ゲームはアニメはどんなの？最近あの春アニメ秋アニメとかあるじゃないですか。はいはい。それで話題になってるアニメは本当に見る。あ、じゃあ最新のを追っかけてる。はい、あ、そうですそうです。へえ、そうなんだ。へえ、私最近のアニメなんか名前長いの多いなって。確かに名前あんまり覚えないんですよね。あ、でもなんかなんとなく作品の絵とか話で覚えてるとか。そうです。1話見て、見れたら2話、3話見れるなって感じ。うんうん。なるほどです。アニメは、私はちょっとコアなやつばっかり見てるので、アニメとかあと、鈴宮春樹とか。あ、いいですね。軽音とか。軽音まだ見てないな。ソードアートオンラインとか。見ました。はい、あと、コードギアス。ありました。いいね。あれはもう何回も見ました。はい。たまに1年何回か見たくなる月があるんですよ。ああ、そうですか。へえ、そんなに見てるんだ。はい。ルルーシュかっこいいですよ。かっこいいです。すぐ、私、CC が好きです。ああ、なるほど。C2。C2。はい。かわいいですよ。なんか、はい。あの、全身なんか、知り人なんかスーツじゃないけどなんかブラックスーツみたいな。なんか映画版のルルーシュって見ました。復活のルルーシュ。はい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 、見ました。なんか私あれなんか見ない方がいいって言われてちょっと見た、うん、最初の方に見たんですよ、うん、ちょっとあんまり私はなんかちょっと合わなくて途中で閉じちゃいました。あ、そうなんですか。面白かった。何か終わらなかったですかね。なんか、ルルーシュ、あ、でもネタバレになるから、あんま見てるけどネタバレになるから、まあ、そっか。でも、面白かったです。全部見てなかったんですけど、あの、見た方がいいと思いますか、ね、私。うん、ぜひ。もう、本当ですか。楽しかったです。面白かったです。違う作品として見てもいいと思います。あー、本当ですか。うん、じゃあちょっと今度見てみますか。ネタフリー。はい、はい、時間ってあとどれくらいですか。あと2分半ぐらいですね。2分半ぐらい。あ、じゃあもう使えるのか。じゃあ締め切りますね。そうですね、はい、編集で来られるので。ああ、ありがとうございます。会話に合わせます。はい、わかりました。はい、早いものでお時間となってまいりました。今日はあっという間に30分ですね。はい、楽しかったです。はい、中松さんに今日あの初顔を切る目しましたが、ね、そうですね。なんかイメージしてたと違ってますか。
どんなのイメージしてますか。もっとなんか怪物みたいな来るの。もっと男男してんのかな。ああなるほど、なるほど。本当にもう女の人しか見えないです。ああありがとうございます。あ間違った。あありがとう、嬉しい嬉しい。もっと褒めて使ってください。なんかお店に来てみたい。はい、すみません、なんかずっと女声が出せなくて申し訳ないんですけど。まあ、というわけで、番組に参加してくれた皆さん、ありがとうございました。お相手は、男の子系 VTuber の猫松と、FM ギドはまだまだできない男、キャプテン中松でした。はい、ありがとうございました。それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。つまるー。Thank you.